とはじめましてネットで長くつながっている友達について相談させてください。えー、不上なく心配していたのですが14日の日に全ツイートを消し私含めた数人だけ残しブロカイ急に落ちたツイートが数日あって、えー、17日に全員ブロカイされてしまいましたと、えー、もういなくなろう存在なんてなかったみたいな感じが最後に見たツイートでした。 えー、昨日ラ LINE もしたのですが、既読がつきません、ブロックはされてないですと、前に未遂で保護されたことがある人なので心配ですと、こういう場合、警察などに相談すれば安否は分かるものでしょうか、えー、細かな住所は知りませんが、本名は分かります、えー、それともそれともそっとしといた方がいいと思いますか、重たい相談で申し訳ありませんがよろしくお願いしますということで、この方、今、聞いてらっしゃいますかね、聞いてたら LINE で反応いただけたらと思うんですけど。はい ああ聞いいててくださってるありがとうございますえちなみにおいくつなんですかあのそのその方はその方とあなたのご年齢は何歳何歳なんですかねはいで何年くらいの付き合いなんですかねうんこんばんはう,う うん私は19で相手は数個上だったと思うあ若いんだあれ意外だったなもう4年くらいああなるほどね俺てっきりもうちょっと年なのかと思ってたなるほどなるほどうん文章しっかりしてるなと思ってうんなるほどねうんそうかそうかでまあそうねーうーんじゃあまず一つ えとじゃあまず一つ、えーと、事実からじゃあ述べると,、えー、と本名を知っていた場合でも、えーとそ,のえー、とその管轄、まあ、大体の住所を知ってるってことでその管轄の、えー、と警察署に連絡をして、えー、とこういう人がこうでこうでこうでっていう説明をした時に、えー、ときに個人情報の保護があるんで、えー、とそれは教えてもらえないです。 逆にそれを教えた場合に、ちょっと問題になる可能性があるから、だから、えっ、ー、と、教えてもらえないですね。なので、そうすると、うん、そうね、うん、相手は数個上だった。なるほど。男性ですか女性ですかはぁ、あ。その、その、その方は。うん。その方は女性。で、あなたも女性っすよね。 なるほどねうーんまあ気にはなるよねちなみにあなたは学生なんすかとかフ,フリーターとかニートとか、うん、学生じゃない、うん、なるほどで相手は学生フリーターなるほど相手はフリーター相手は何の人 社会人,社会人うんなるほどねちなみにさそれさあのどこの都道府県かわかる俺今調べてあげようか。 都道府県だけでいいよ うんなるほど。うん、これさくさくはわかる え、分かっても言わなくていいよここここじゃないうん違う OK よかったねう,ーんうんうん うんそうね生きてるならその方がいいねうんへえはいはいはいうんなさそうだねうんなさそうでございますわね今のところは。 うん、まあ大丈夫そうなんじゃない今のところは。うん。意外と簡単に調べられたりするからね。まあこれ全部出てるとは思わないんだけどね。うん。そうね。うん。だから、まあそうね。うん。よかった。うん。いいえ。で、まあまあそうね。だから、まあその子もなんか一人になりたい時もあるんじゃないのわかんないけど。 うん、でまたなんかこうやっぱりこう寂しいなと思ったらまたひょっこりね別のアカウント作ってあなたのところに来たりするんじゃないうんだからまあそれを待っててあげたらいいんじゃないかなうんだからえっ、ー、と一応うんと自殺とかの場合って例えば自殺って書いてあるパターンともう一個変死っていうパターンがあるんだけどうんあのー、女性のそういうの一切なかったから今うん いつも私を止めてくれてたのでそういう発言を久しぶりに聞いたのですごく心配だったなるほどねまあでもその人も多分おそらく実家住みでしょ多分違うのかなうん実家住まいじゃないのかな例えば家族とうまくいってないとか多分そういう話なんじゃないかなわかんないけどうんそうでうんそうだなるほどね で、まあまあ、それでっていう、トリガーになっちゃうっていうところだったりすると思うんで、まあそうっすね。うんまあ、とりあえず一応無事そうなんで、うん。無事っぽいんでね。だからご安心いただければっていう。で、まあまあ、うん、そうね。うん。そういう意味で、またひょっこり戻ってくるの、来るときをね、そう、あのー、また待っててあげたらいいんじゃないですか。 というか別に待ってる必要はないんだけどなんかこうまたふっと戻ってきた時に「ああおかえり」ってこうねスッとこうなんだろう受け入れてあげられる体制を作っといてあげたらいいんじゃないかなって思いますけどうんかなうんそうと うーんまあそうねだから変に変に気にしすぎてこうああでもないこうでも今俺も調べたからさ、うん、で調べてみてああでもないあの、まあ、一応そういうのがなかった一件も、うん、それっぽいのがなかった、うん、そうだからあの自殺変死交通事故を調べてみたけど、えーとまあ、交通事故っていうのは例えばねフラット例えば、ね、電車に飛び込むとかさそういうことがあったりするじゃんか。 だからあの変死、自殺、交通事故、全部今、調べてみたけどあの、なさそうなんで、うん、なので、あのー、そうね、あのー、もう気負わず、あ無事でいてくれてるんだなっていうところで、あのー、いろいろ前向きに物事を考えて、うんあの、戻ってきた時に迎え入れてあげればいいわけで、変にこう待ち続ける必要はないかなって思います。うん、っていうことかな。 待ってたら待ってたで、それはそれで相手のプレッシャーにもなっちゃうしね。うん。そう,そうそう。よかったよかった。安心してくれたなら。うん。っていうことでした。うん。だからまあ、あのー、そうね。今まで通りの普通の生活を送って大丈夫よ。うん。で、なんかまた戻ってきたときに迎え入れてあげるっていうだけでいい。その心があればその心のこ準備だけあれば、それだけで別に問題ないから。うん。だから待ってる必要もないし。 うん、っていうことです。